オビナことマヌエルデブリトフィリオはブラジルバイア州出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。2001年にビトーリアの下部組織に入団し、2002年にトップ昇格。2004年には不審にあえぐチームの中で24ゴールを記録。うち全国選手権では19ゴールで同僚のエジウソンと並んでチーム得点王となった。しかしクラブは 州選手権制覇を果たすも、全国選手権では結局、セリエ B に降格。シーズン終了後に、サウジアラビアのあるイテハドに、その後母国に戻り CR、フラメンゴに移籍した。フラメンゴのサポーターは、オビナを、ブラジルのサミュエル・エトーと呼び、オビナは、エトーより優れているというちゃんとまで作っている。2006年は、チームの核としてコッパド・ブラジル制覇に貢献し、 同年のプレミオクラッキドブラジレーロンでは、フォワード部門で3位に選ばれた。2007年2月25日に行われたタッサ、グアナバラ準決勝の CR バスコダガマ戦で、試合開始2分で、先制点を奪うも、試合中左膝の全十字人体を損傷、全治6ヶ月の重傷を負った。その後怪我から復帰するも、今度は9月8日に行われた。 SC インテルナシオナル戦で相手選手に肘打ちを見舞い、1020日間の出場停止処分を課された。2008年の州選手権決勝戦では、ボタフォゴ FR 相手に2試合で3ゴールを奪い、フラメン後の30回目の優勝に貢献した。2009年5月25日、2009年いっぱいの契約で SE、パルメイラスに期限付き移籍した。 7月26日のサンパウロダービーでは、ライバルの SC コリンチャンスパウリスタ相手に、ハットトリックを達成し、3から0の勝利に貢献した。11月18日、チームメイトのマウリシオとコーロ論の末に殴り合うという騒動を起こした。これが原因で、相手ともども2試合を残して、契約を解除された。2010年の最初の2週間を、フラメンゴで過ごした後、 1>, 1月24日にアトレチコミネイロと3年契約を結んだ。遺跡金は70万ユーロ。保有権の50%以上はオビナが持つ契約となっている。ミナスジェライス州選手権では3試合3得点を挙げ、クラブの40回目の優勝に貢献した。2011年に3等路の史上最高額である250万ユーロの遺跡金で加入。 リーグ戦25試合で10得点を挙げるなどの活躍を見せたが、チームは ACL 敗退、リーグ戦でも連覇を逃し5位に終わった。2012年の途中から、フルスのパルメイラスに、2013年には EC バイーヤーにそれぞれ期限付き移籍。2014年にはアメリカ FC に完全移籍し、このシーズンは24試合13得点の活躍を見せた。 2014年12月25日、この年 J1 初昇格を達成した松本山が FC に完全移籍することが発表された。2014年のチーム得点王、船山隆之の穴を埋めるスケッとして期待され、開幕からセンターフォワードで先発出場すると、松本の J1 初ゴール及び J1 ホーム戦、初ゴールの両方を挙げた。2016年シーズン終了後、 契約満了により対談、出店、ありがとうございます。